サラ・ヘンドリクソンはアメリカ合衆国の元のルディックスキー選手である。1994年8月1日、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレークシティ出身。2007-08シーズンから本格的にスキージャンプの女子国際大会に参戦。2009年にはリベレツで開催された世界選手権に初参加している。2010年に ヒンターツァルテンにて開催されたノルディックスキー世界ジュニア選手権2010では女子個人で3位となっている。2011年にオスロで開催された世界選手権の女子個人では16位に終わった。2011、12シーズンに女子ワールドカップが創設されると開幕からたを圧倒する成績を上げ、6勝するなど好調を維持して、 望んだジュニア世界選手権エルズルム大会では、女子個人で高野さらに敗れて2位となった。その後も好調を維持し、ワールドカップ13戦中9勝2位3回という圧倒的な成績で総合優勝を達成した。2012-13シーズンワールドカップ個人第2戦ソチ大会でシーズン初勝利。このシーズンは四勝に止まり W 杯総合優勝は、 高梨に譲ったが、バルディフィエンメで開催された世界選手権では高梨を破り、金メダルを獲得した。2013、14シーズンは8月に膝の靭帯を損傷したため、シーズン前半のワールドカップには出場せず治療を行った。1月後半に練習を再開し、女子スキージャンプが初採用されたソチオリンピック出場にこぎつけ、21位の成績を 残したがその後のワールドカップは欠場した。2014、15シーズンは第12戦のリブノで3位に入りにシーズンぶりに表彰台に上った。この後のオスロでの2位がワールドカップ最後の表彰台となった。2015、16シーズンは再び怪我で治療に専念している。2016、17シーズンは競技に復帰し、 12月8日の W 杯リレハンメルでシーズン自己最高の8位。世界選手権にも出場する。2017-18シーズン2月のピョンチャンオリンピックでは19位であった。このシーズンがワールドカップ出場の最後となった。2021年3月引退を表明した。ありがとうございます。